グランディ軍はアメリカ合衆国ミズーリ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1万261人であり、2000年の1万432人から1.6%減少した。軍庁所在地はトレントン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。グランディ軍は1841年1月29日に、 リビングストン軍から分離して組織化され、軍名はアメリカ合衆国司法長官フェリックス・グランディにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は437.98平方マイルであり、このうち陸地435.82平方マイル、水域は2.16平方マイルで、水域率は0.49%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2000年宗教データアーカイブ、教会軍別信徒報告書によれば、グランディ軍は、福音主義プロテスタントが最多数を占める、バイブルベルトの北縁にあるとみなされている。最も多い会派は、南部バプテスト連盟の49.86%、続いて、メソジスト教会の13.51%、ディシプルズオブ、 クライストの6.95%である。グランディ軍の地方レベルでは、共和党が大半の政治を支配しており、軍の選挙で選ばれる役職は二人を除いて独占している。大統領選挙のレベルでは、共和党を支持しがちである。2000年と2004年の大統領選挙では、ジョージ・ W ・ブッシュが容易に、グランディ軍を制した。1996年のビル・クリントンが、 最後に軍を制した民主党候補者となっている。2008年の選挙では、州内の田園部にある軍と同様、バラク・オバマより、ジョン・マケインを選んだ。グランディ軍は、州北部にある田園部軍と同様、社会的にまた文化的に保守的であり、それが共和党支持の傾向に影響している。2004年の州民投票では、結婚を男と女の結合として定義する州。 憲法改正案をグランディ軍は77%という圧倒的多数で賛成した。州全体でも71%の賛成で可決し、水売州は同性結婚を禁止する最初の州になった。2006年の州民投票では、肺性幹細胞の研究を予算化し、合法化する憲法改正案がかけられたが、グランディ軍では55%が反対した。 州全体では51%の賛成と、かろうじて改正が成立し、肺生幹細胞の研究を最初に認めた州の一つになった。軍民は伝統的に社会問題に保守的であるが、最低賃金の増加のような人民主義的施策は支持する傾向にある。 やはり2006年の州民投票で最低賃金を時間あたり6.5ドルに増やす命題についてはグランディ軍では61%が支持した。この命題は州内のどの軍でも支持され75.94%が賛成した。2012年大統領予備選挙2012年の大統領予備選挙でグランディ軍は 共和党のリック・サントラムを支持し、州全体でもサントラムが勝ったが、全国的な指名争いでは、元マサチューセッツ州知事のミットロムニーに敗れた。2008年大統領予備選挙2008年の大統領予備選挙で、グランディ軍は共和党のジョン・マケインと民主党のヒラリー・クリントンを選んだ。民主党の予備選挙では、ヒラリー・クリントンが1位となり、さらに共和党予備選挙で、 各候補に投じられた票数よりも多かった。ありがとうございます。